横浜。後半戦のグラベルでなんとかなるかなと思ったら、思わぬ息子にやられる話になる、ちょっと痛い戦いでしたけども、まあ、最終戦が、ね、あると、多分息子の方に取られたかなと思うんですけど、まあ、なんとか最終戦が、ね、キャンセルとなったことによって、チャンピオンを取らせていただきます。そうですね、まあまあ、対応は結構ね、今進化してて、ダマックなんかもね、確かに最後アドバンテージがあったりとか、グラベルでもそうなんですけど、まあ、それをうまく生かしてですね、来年頑張りたいなと思っております。まあ、同じ、息子と同じチームで同じ横浜ダイヤなので、まあ、手の内全部分かったので、やらなきゃいけないのもちょっときついんですけど、まあ、その中でも勝てればなと思って。最後、ファンの方に。はい、まあ、今回ね、セントラルラリーということで、いろんな方が集まってくれてるんですけど、やっぱり国内ラリーもこのぐらい集まってもらえればいいかなと思いますし、やっぱりこれもっとメジャーになってもらって、ラリーやる人も増えてくれると、もっと嬉しいかなと思います。はい。いや、今までにないコースだなと思ってちょっとびっくりしたんですけれども、なんかコンセプトを聞いたらですね、海外の WRC みたいに自分の自宅の前をラリーカーが疾走するみたいなラリーが作りたかったということで、なんかこう民家のものを貸したりとか、でも民家の前で本当にですね、お家の方が手をたくさん振ってくださってるんですよ。なので沿道の応援、お家の前の沿道の応援すごく多かったので、なんか走っててすごく楽しかったです。実はここのコース結構くねくねなんですよ。ヘアピンがたくさん続くようなところもあったりとか、結構こうツイスティーに S 字が続くところが多くてですね、最初は、052を、フロント、リアともに入っていったんですけれども、これはもしかしたら 080B でももっと私でも使えるんじゃないと思ってですね、午後は実はフロント 080B で、リアは052というですね組み合わせで行ってみたんですね。そしたらやっぱりですね、後半になってもグリップがずっと続いて、そうコントロール性もいいし、かといってそうバランスも悪くなくてですね、とても乗りやすかったです。ただ明日はちょっともうちょっとチャレンジして、お天気が良かったらですけど、全部とも 080B で行っちゃおうかなと思っております。車ですね、1850キロもあって、はい、出力150倍じゃないですね、はい、非常にラリーカーとしては最悪の条件なんですけど、下り坂は結構走力なんかとどこかで走れるので面白いです。で今日いろいろですね、試練というか、まあ、いろんなマイナートラブル出て昨日ちょっと苦労したんですけど、今日はまあまあ実力からちょっと低いぐらいで走れてるかなという気がします。この車はですね、水素ステーションまだ遠いので、なるべく燃費がいい方がいいですね。で燃費の良さと乗り心地の良さと、それからグリップの良さ、コントロール性、それみんな持ってるので、とっても気に入ってます。電気自動車レースもこれだったんです。